ただいま迎えてくださる皆さんのところまで帰らせていただきました。皆さんありがとうございます。ただいま到着をさせていただきました。皆さんありがとうございます。17時間岡山県全域を駆け巡ってただいま皆さんの手元に帰らせていただきました。この度多くの皆様にご支援いただき、今日まで無事に選挙戦を進めることができましたこと、まずは感謝申し上げます。本当に皆さんありがとうございました。それでは早速マリコンカフェに帰らせていただきたいと存じます。この度多くの皆様に応援をいただきましたが、代表していただきまして、まずはじめに龍と公明と岡山県本部代表萩山嗣明先生より晩酌を頂戴いたします。皆さんどうもありがとうございました。もう今参議院の候補者の中でですね、元気いっぱいで無事故でフル回転の石井候補でございます。こんな嬉しいことありません。どうか私も公明党、自民党、公明党本当一生懸命選挙区は石井正弘、石井正弘と叫んでまいりました。そして比例区山本博士叫んでまいりました。どうか明日の投票箱の蓋が閉まる瞬間までいらんでください。公明党頑張ってきます。石井正弘頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは続きまして自民党衆議院議員池田光孝代議士、よろしくお願いを申し上げます。皆さんこんばんは。暑い中元気いっぱい石井正弘候補戦ってまいります。あとわずかで舞妓様でございます。先ほど影山代表の方から話がありましたように、選挙活動はこの8時まででございますが、明日の討論箱が閉まるまで投票活動はできます。どうか最後の最後まで石井正弘候補をよろしくお願いをいたします。お世話になります。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは続きまして衆議院議員山下隆史代議士、よろしくお願い申し上げます。皆さんこんばんは。いよいよ長い選挙戦の終わりが近づいてまいりました。本当に皆様お一人お一人の顔を見て本当に素晴らしい皆様仲間でした。私も仲間の一人として皆様と支えられたこと本当に誇りに思っております。ありがとうございました。しかしいつか明日なんであります。明日緩めると何にもならないんです。どうか明日一日皆さん悔いのない内容に、そして約24時間後にバンザリさんとしようじゃありませんか。この声をお聞きの皆さん、どうか仲間になってください。ねじれを解消する仲間になってください。日本とふるさと岡山を皆さんで石井正弘と取り戻しましょう。ありがとうございました。続きまして衆議院議員橋本岳代議士、よろしくお願いいたします。いよいよこの日が来ました。だけどね、さっき天領夏祭り行ってきました。いろんな方とお話をしました。もう大丈夫じゃろう、これ勝ってもよろんだろう。俺ってアホいえ、まだ選挙終わっとらん。明日の8時投票箱の蓋が閉まるまでそんなことを言うてはいかん、言われてはいかん。もう一回今日締めないといかん、私も思いました。8時までしかマイクは使いません。しかし選挙運動はネットを含めて今日の23時59分までできる。明日は石井正弘と言ってはいけません。だけれどもあなた投票に行きましたか。行ってない方ぜひ行ってくださいね。比例代表の書き方はこうですよ、そういう説明をすることはできるのである。その一声一声積み重ねることで最終最後まで緩めることはない。ここで起こるようなことがあったら自民党に選挙を任せることを間違いだったと3年後に言われることになるんですよ。どうかその思いで今一度ネジを引き締めて明日までのお時間をお過ごしになりますように心からお願いを申し上げます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは衆議院議員相澤大臣、よろしくお願い申し上げます。すみません、すみません、すみません、今日は皆さん
本当に17日間ありがとうございました。暑い日、すごい雨の日、本当に厳しい戦いでありますけれども、どうですか、私たちの候補、この石井さんのファイト、元気、やる気、本当に素晴らしい候補者であったというふうに思います。明日は日本の新しい歴史が始まる日になる、またそうでなくてはなりません。新しい岡山をスタートさせるのが7月21日にならなくてはならないわけであります。緊張感、集中力、そして責任感と使命感を持って自民党、公明党、そして維新陣営、最後まで頑張りにいきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当に多くの先生方ありがとうございました。この度は本当に多くの皆様にいろんな立場でお支えをいただいてまいりました。それでは候補者石井正弘が皆様に最終日最後のご挨拶、そしてお礼を申し上げます。いよいよマイク納めの時間となってまいりました。今日は大変皆さん方お忙しいにもかかりませず、また暑い中、このように多くの皆様方に岡山駅前にお集まりいただきました。私、新馬太郎、本当に感謝感激の極みでございます。本当に皆様今日はありがとうございました。今回の選挙は自由民主党の公認をいただき、公明党のご推薦をいただき、選挙運動を戦ってまいりました。自民党、公明党の関係の皆様方、そして多くの多くの私を支持、支援していただいておる皆様方のおかげをもちまして、17日間の選挙戦、今日のマイク納めの時を迎えるに至ったところでございます。皆様方のご支援、ご協力がないと、選挙は一人だけでは何もできません。本当に皆さん方、お一人お一人のお支えがあって、今日のこの日を迎えることができました。皆様方、本当に17日間お世話になりました。ありがとうございました。感謝申し上げます。今回の戦いはねじれを解消し、強い日本の経済を取り戻す、失われた日本の信頼を回復する、極めて重要な選挙戦、かつまた自民党において3回連続参議院選挙腐敗をなめている中であって、どうしても議席を奪還していかなきゃいけない、その重要な責務を私は担っての戦いでございました。その間、私は今までの市議と脱出しての行政経験をしっかりと国政の場で生かし、景気の回復を急ぐ、経済、雇用の対策に力を入れる、21世紀未来を担う子どもさんたち、その教育、あるいは保育の問題、安全安心な地域社会を作る、さまざまな私の思い、ぜひ岡山の願い思いを国政の方で実現をしていきたい。そしてその究極の姿は文献型社会であります。地方文献を推進してしっかりと自立する、地方自治体を構築する、それは今までの知事会の中であって、私がリーダーシップを持って取り組んできたことからです。ぜひそれを実現をし、その先である道州政も私自身の思いで国民的議論を展開していこう、そのことをしっかりと主張してまいりました。この17日間、いろんなことがありました。オレンジホールを出発し、県下非常に広い範囲で全市町村をくまなく回り、多くの皆さんにお出かけいただき、
握手をし、そして手を振り、また個人演説会総決起大会には本当に多くの皆様方にお出かけをいただきまして、私の考え主張をしっかりと受け止めていただきました。本当にありがたく思っております。私の思いはあくまでもふるさと岡山、こよなく愛する岡山のこれからの発展にあります。そのためにも地方をもっともっと元気にしていく、そのために私はあえて地方を厚くする、このキャッチフレーズで今回の選挙戦に臨んできたところでございます。今日この時間をもってマイクでお願いする、その時はいよいよ終わりとなりましたが、選挙は最終最後、すなわち投票箱が閉まるまでが戦いでございます。少しでも気を抜けたらとんでもないことになってしまいかねません。です。絶対に負けてはならないこの選挙でございますので、どうか本日お集まりの皆様方、気を緩めることなく、明日の投票箱が閉まるまでより一層緊張感を持って、しっかりと私を参議院に押し上げていただくための活動を継続的に展開をしていただくように、よろしくよろしくお願いを申し上げる次第でございます。よろしくお願いいたします。私は本当に幸せなところだと思います。こんだけ多くの皆さんが支えてくれました。お一人お一人が私を背中から押してくれました。ここまでこれだけ戦ってくることができましたのは、本当に皆様方お一人お一人の力強いご支持ご支援の賜物でございます。私だけ、私の家族を含めて我々だけでは何もできないのを、よく皆さん方支えてくれました。感謝感激でございます。どうか皆さん改めて今日までのお取り組み、心から感謝を申し上げさせていただきますとおり、最終最後まで明日の投票箱が閉まるまでの継続的なお取り組み重ねて、よろしくよろしくお願い申し上げて、私の舞妓さめのご挨拶に返させていただきたいと思います。どうか皆さん、日本の元気は岡山からだ。最後まで生きなさいよ、頑張ります。ラストラストラスト、ありがとうございました。ありがとうございました。石井正弘本人が最後のお願いさせていただきました。もう時間がありません。私たち石井正弘郵政隊、一生懸命石井正弘の思いを訴えてまいりましたが、地域の皆さんにおきましては至らない点、またご無礼な点多々あったことと思います。この場に免じましてお許しいただきたいと存じます。それでは時間となりました。明日きっと皆さんと万歳ができることを固く信じて、これにて石井正弘の選挙戦、マイクをさせていただきます。